すまない。つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ、申し訳ない。ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないな。僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは、僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至るところに潜んでは気を伺っている。僕の仕事はそういった輩を払ったり退治したりし、横島なものから民を守ることなんだ。これを生業としているだけだ。誰かがやらなければならないし、大したことではない。ああ、すまない。少し話が逸れてしまったな。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくりこないか。いや、気にするな。では最近、周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない。妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか。いや、大丈夫だ。よくあることだから。ならば、今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会。仲のいい方と共にその度胸をお試しあれ。最近夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現。飛行に回転、さらには火を吹き、怪しいイオンまで。これらが今僕の気になっている手がかりだ。いやいや、もし酔っ払いならば酒癖が相当悪くないと子供も怖がらないだろう。それとも僕の解読が間違っているとでも？やはりこの中では肝試しが最も信憑性が高そうだ。さっきも言ったように、肝試しが行われるような地には何かしら怪異が絡んでいたりする。妖魔が潜んでいるに違いない。だがこの肝試し大会には妙なルールがあるんだ。絶対に二人で参加しなければならないらしい。仲を深める？よくわからないが、それと妖魔に何の関係があるんだ？とにかく、もし時間があったら僕と一緒に参加してみないか？お前は肝試しについて僕の知らない知識を持っているようだし、きっとお前の旅の経験が妖魔探しにも役立つと思うんだ。ありがとう。共に参加してくれる人を探してたんだ。そうと決まれば早速行こう。もし開催地に妖魔が出没するようなら本当に危険だ。皆様、どうかお気をつけください。中に入ったら周りをよく観察して気をしっかり持つんですよ。そして肝に銘じてください。決してお連れ様を一人にしないこと。一人になると余計怖くなりますからね。見ろ、係の者が参加者に忠告している。やはりここには何かがあるんだ。早く調査に取り掛かろう。お二人様、ようこそいらっしゃいました。仲が良さそうですね。実は知り合ったばかりなんだが。いえいえ、大丈夫ですよ。恥ずかしがらずに楽しんできてください。ああ、そうだ、出発の前にこの飲み物をどうぞ。これは体内の陽気を引き出して肝を太くする飲み物です。それに普段では見えないものが見えるようになったりします。ほら、ワクワクしてきませんか？陽気だと？鬼といえば陰、そしてそれを払うのが陽です。つまり陽気が必要となってきます。
そんな飲み物を聞いたことないが、まさか秘宝の類だろうか。それとも何かの薬剤。そんなことない。さっきからずっと怖いものがあるとあの者は言っているじゃないか。きっと強大な妖魔が潜んでいるに違いない。にしても万が一この飲み物に妖気を引き出す力があるなら、僕にとってはかなり危険だ。僕は純陽の体という希少な体質の持ち主なんだ。この体質は周囲の妖魔を追い払ってくれる反面、そのせいで僕の情緒も不安定になりがちでね。普段は暴走しないよう抑えてるんだ。外部から余計な刺激を受けない限りは。そっちのお兄さん、その顔どうやら疑ってますね。この飲み物が信用できませんか。美味しいし効果も抜群ですよ。何も心配はいりません。ではこうしましょう。どちらか片方が飲んで、飲まなかった方を守るというのはどうです。面白そうではありませんか。せっかくの行為、無下にはしにくいな。飲み物はこちらです。さあどうぞゆっくりお飲みください。おお、気合十分ですね。それじゃ2名様入ります。